はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、朝日の贅沢絞りというのね、これ飲んでみたかったんだよ。果実丸ごと1個分、レモン味です。果汁が 14%、アルコール度数 4%、人工甘味料不使用。原材料がウォッカとレモン果汁と糖類と酸味料と香料。お、これは甘味料入ってないわ。人工甘味料不使用とか言って、とはどっかのキリンのやつみたいに、天然甘味料入ってる場合あるから。うん。甘味料入ってない。よかった。果実1個分の贅沢、違う。果汁を一缶にギュッと詰め込んだ贅沢チューハイです。カッコ、レモン1個あたり 150g として、果皮などを除いた丸ごと1個分の果汁を使用しています。一度逆さにしてからお飲みください。なんかシールがある。あ!シリアル番号が貼ってある。これ後でちょっとやってみよう。これいわゆるあれですね。ま、本絞り的な感じなんだけど。違うのは、糖類が入ってることですね。糖類と酸味料と香料が入ってるんで、厳密には、本絞りとは全く別のタイプの、チューハイということになります。完璧。ああ、これあれだ。宝のあれだ。宝の、あれなんつったっけ、新しく発売したチューハイに味が似てる。苦味がある。で、酸味もある。結構酸っぱい感じですね。うん、うん、うん。こぼしちゃった。贅沢絞り。うん、でもなんか、えぐい。なんかあれだな。変なえぐみがあるな。なんだろう。この変なえぐみ。なんか変なえぐみがあるな。しかもほとんど甘くないですね。うん。まあ、酸っぱい。うん。酸っぱいし苦いんだけど、ちょっとなんかえぐい。あ、えぐい。うん。ほのかになんかえぐみがある。ポイントを貯めて当てよう。朝日贅沢絞り新発売キャンペーン。新発売キャンペーン。マイレージ型。シール3枚でお申し込み可能のやつと、6ポイント、6枚、あと9枚。だって。別にあんまいらねえな、これ。うん。応募方法は LINE で応募できます。と書いてあります。
あ、めんどくせえ、いらねえよ。で、A コースが、贅沢絞りのグレープフルーツ味とレモン味と桃味。を2缶ずつ。で、あと、ネイチャーズフルーツミックスとか、なんか、フルーツのアーモンドとか、もついてくるらしいです。いらねえな。最近鼻噛みすぎて、鼻が、鼻の穴の中が裂けた。やっぱりレモンはちょっと果皮が、のあたり使ってると結構えぐい、えぐみが出ちゃうのかな。ちょっとえぐいですよね。まだ宝のやつの方が美味しいですね。で、宝のやつの方が酸味が強い。こっちはあんまり酸味が弱い。丸ごと一個、一個使ってるって書いてある割には、そんなに酸味が強くないですね。これは、グレープフルーツ味と他にも桃味があるみたいで。グレープフルーツ味は果汁、果実2分の1個分。で、桃も、2分の1個。使ってるということです。俺、桃大好きなんで、桃は、美味しそうだな。桃大好きでね、もう贅沢なんですよ、桃は。丸ごと1個、丸洗いして、丸ごと食うから。皮ごと食うのが好きなんですよ。桃は美味しいっすよね。レモン味、レモン果汁、果実。1個分以上の、果汁 14% を使用しています。同じレモン果実で、複数の果汁をブレンドし、複雑味とバランスのいい味わいを実現しました。高果汁でありながらも酸っぱすぎずフルーティーで飲みやすい味わいです。芳醇な香りとみずみずしい果汁感を楽しめます。確かにあんまり酸っぱくないよね。ああ14% 使ってる割に全然酸っぱくないっていうか、うん。確かに酸っぱいは酸っぱいんだけど、そこまで酸っぱくないよね。タカラの新しい、チューハイのやつは。あれはもう丸切り酸っぱかったからね。うわ、酸っぱーっていうレベルの酸っぱさだったんで。ね、なかなか衝撃的でしたけど。あれ、なんだこれ？お？朝日の生ビールだって。え、なにこれ？お店でしか飲めない味が、期間限定発売だって。お、朝日生ビールっていう生ビールが出るらしい。朝日。しっかりとした苦味、マイルドな口当たり、飲みやすい後味。100年のこだわりだって。ほとんど、ラベルがクリーム色のスーパードライみたいな。5月中旬に限定発売だって。原材料が爆発ホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数 4.5%。お、これは、ちょっと楽しみですね。これはちょっと楽しみやぞ。へえ。店でしか飲めなかったっていうのはよくわかんなかった。一応店では飲めてたってことなのかな。今現在も店では飲めてたのかな。そこはよくわからへんけど。
お店でしか飲めない味っていうのはよくわからないけど。いわゆる、朝日の。あ、でも違うよな。朝日スーパードライのいわゆる生とかではないんでしょうね。朝日、新朝日生ビール発売っていうのが1986年らしいんで、それから売ってたらしいんですけど、あれかな？いわゆる、朝日ショップ的な、そういうさ、なんかキリンでもあるけどさ、なんか、そういうブランドショップ的なところじゃないと、いわゆる居酒屋っていうか、まあ、ビールのバーみたいなところじゃないと飲めなかったっていうパターンなのかな。そこには一応、ね、メニューとしては並んでたとか、そういう感じなのかな。ちょっとわかりませんけどね。ああ、お腹いっぱい。ああ、飲んだ。コクちょっとあるか。甘みそんなないですね。香りはまあ、これはあんまそんなに買うべきでもないですね。4243です。ご視聴ありがとうございました。